やっと、やっとですよ。どうしたん？そんなに泣いて。いや、何言ってるかわからないから。石橋高校が高校野球春の選抜に選ばれたんだよ。へえ、あの石橋高校が？え、何？知ってんの？いいえ、全然。なんだよ。いい？石橋高校ってのは、1994年にあの高校生クイズで優勝した学校だよ。いや、余計わからないわ。野球関係ないし。栃木県立石橋高校、下野市にある進学校さ。県立の進学校なのね。クイズ研究同好会もある高校ですぞ。で、その石橋高校が春の選抜に選ばれたと。そう、21世紀枠っていう出場枠で見事に全国で3校だけとはすごい。もちろん石高は春夏合わせて初出場。嬉しいだろうな。そりゃあ3度目の正直だもの。3度目というのは2017年と2021年に21世紀枠の最終候補に残ってたんだけど。おお、すごいじゃん。残念ながらこの2つの年は落選。あららららら。それで2023年に見事選ばれたってわけ。まさに3度目の正直。ちなみに今回栃木勢は2校、楽しみだよね。群馬は県大高崎ですな。甲子園で群馬と栃木が対決するのを夢見てますよ。よーし、栃木勢よ、決勝で待ってるぜ。わ、出たー、いつもの上からのやつー。